皆様、こんにちは。今回の動画では、ドクターマーチンの手入れ方法について紹介させていただきます。この動画をご覧いただければ、使う道具、手入れの手順についてご理解いただけます。ぜひ、最後までご覧ください。今回紹介する方法は、静岡パルコ店のドクターマーチンのスタッフの方に聞いてきました。ドクターマーチンの手入れ方法について調べると手入れは必要ない、や、コード版のクリームがいい、など、いろいろな意見があり、どの方法を信じればいいのか、わからなくなったので、スタッフの方に直接聞くのが一番早いのでは?と考えてお伺いしました。結論から言うと、手入れは必ず行うべき、ということでした。メーカーからも、レザー用のデリケートクリームが販売されており、クリームを使った手入れを推奨していました。ドクターマーチンの革は、ガラスレザーと同じで、クリームが浸透しないのでは?と考えていましたが、クリームを入れないと、履き地は部分が割れてしまうので、定期的に、クリームを入れてほしいとのことでした。では、実際に手入れの時には、どのような道具を使うのか、見ていきましょう。こちらが手入れで使用する道具です。左から、防水スプレー、レザーローション、デリケートクリーム、豚毛、馬毛のブラシです。ドクターマーチンでも同じものが販売されています。自分は代用品を持っていたので、それを使いますが、これから集める方は、どちらでも OK です。今回使用する、レザーローションという道具ですが、これ1本を使うだけで、汚れ落としと、ツヤ出しを、同時に行うことができるので、初心者の方に、おすすめしたい道具です。革靴以外にも、様々なレザーアイテムに使用することができるので、持っておくと重宝します。早速、手入れをしていきましょう。まず、はじめに、靴紐を外します。シュータンの、付け根部分に、ホコリが溜まりやすいので、靴紐を外しておきます。次に、馬毛ブラシを使って、靴の表面に付着した、チリや、ホコリを、払い落としていきます。全体を、しっかりとブラッシングします。馬毛のブラシは、毛先が柔らかく、皮を傷つける心配は、ないので、このくらい大きく動かしても、問題ありません。アッパーと、ソールの間も、汚れが溜まりやすいです。シュータンの付け根の部分は、ホコリが溜まりやすいので、入念にブラッシングを行いましょう。次に、サフィールのユニバーサルレザーローションを使います。汚れを落としながら、皮に栄養を与えることができる、非常に使い勝手のいい道具です。布を指に巻きつけて、クリーナーを少量乗せます。そして、クリーナーを靴全体に、塗り広げていきます。円を描くように塗り込むことで、まんべんなく塗り広げながら、同時に、汚れを拭き取ることができます。布を見ると、汚れが拭き取れているのがわかります。前回も、無色のデリケートクリームを使いましたが、それでも、これだけの汚れがつきます。ちゃんと、汚れが落とせているのがわかりますね。全体に、うっすらと、光沢が出てきました。これだけでも、
十分なツヤが出ているので、強い光沢を求めない場合は、十分ですね。反対の足も、手入れしていきましょう。続いて、デリケートクリームを塗っていきます。今回、使用するクリームは、私のお気に入りの、コロニル、シュプリームクリームです。クリームを塗り込むときは、指先に少量のクリームを取り、少しずつ塗り広げていきます。この考え方は、靴磨きの時の基本です。私は、指で直接塗り込むようにしています。以前に、その方が、体温でクリームが温められて、成分が浸透しやすくなると、教えていただいたからです。しかし、色付きのクリームだと、指先にクリームの色が、残ってしまう場合があるので、嫌だ、という方も、多いと思います。そういう方は、ペネトレートブラシという、靴クリームを塗り込む際に、使用する、専用の道具や、布を指に巻きつけることで、指先が汚れるのを、防ぐことができます。ご自身に合った方法で、お手入れをしていきましょう。忘れがちですが、習慣の部分にも、しっかりと、クリームを入れていきましょう。クリームが塗り終わったら、ブタ毛ブラシで、全体を、ブラッシングしていきます。ブタ毛ブラシでブラッシングする目的は、3つあります。1つ目が、表面に残った余計なクリームを、弾き落とすこと。少量ずつ塗っても、クリームが多く乗った部分と、少ない部分が出てきてしまいます。ブラッシングすることで、クリームをまんべんなく広げつつ、余分なクリームを弾くことができます。二つ目が、ブラッシングの摩擦熱で、クリームの成分を皮に浸透させやすくすること。先ほどの指の体温でクリームの成分を浸透させやすくするのと同じ考えですね。三つ目が、皮のマッサージです。以上の理由から、ブタ毛ブラシでブラッシングをするときは、力強く、素早く、ブラッシングをしましょう。仕上げに、綺麗な布で磨いていきましょう。薄く塗る、ブタ毛ブラシで、ブラッシングという、工程を踏んできましたが、まだ、表面には、余分なクリームが残っているので、乾拭きして、仕上げていきます。ここでは、力を入れる必要は、なく、指を、靴の表面に滑らせるくらいの、感覚で、OK です。いい感じにツヤが出てきました。ワックスを使ったような光沢です。ギラッとした光沢というより、自然な光り方ですね。自分は、
鏡面磨きも好きですが、こうした自然なツヤの方が好みです。最後に防水スプレーを使用します。防水スプレーを使用することで雨に強くなるだけではなく、靴に汚れが付着しにくくなるので手入れが簡単になるというメリットもあります。これで乾燥させれば完成です。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今回はデリケートクリームとレザーローションを使用した手入れ方法を紹介させていただきました。手入れ方法がわからずに悩んでいる方は参考にしてみてください。ただしこのやり方は手入れ方法の一例であり、この他の手入れ方法が全て間違っているというわけではないので、その点はご注意ください。以上、この動画が参考になれば幸いです。投稿の励みになりますので、この動画が良かったらいいねやチャンネル登録をお願いします。それでは。